ペーシュワーとは、インドのデカン地方、マラーター王国の最小の称号。ペーシュワーの語はペルシア語で先導者あるいは指導者など、意味するが、マラーター王国では最小を意味することして使用された。バーラージー・ビッシュバナーとバージー・ラーを1684年、シバージーは、マラーター王国を創始した後、八大人の制度を整えた。これは、クシャトリアの政治論に習うものであった。 八大臣は、財務長官、初期長官、軍事長官などがあったが、その中で最高位だったのが最小である。この職を何人かが歴任した後、最終的に1713年に、マラウター王、シャーフーの即位に尽力した、バーラージー・ビシバナートがその職に就いた。八大臣の一つ過ぎなかったペイシュワーを、マラウター同盟の名手に持ち上げたのは、彼と、その、 息子バージー・ラーオである。バーラージー・ビシュバナートは、最小位を、息子バージー・ラーオに世襲させることに成功し、ペーシュワー・アサと呼ばれる、世襲王朝に等しいペーシュワー政権王国に、作った。バーラージー・ビシュバナートの死後、バージー・ラーオは、デカン地方の一王国に過ぎない、マラーター王国を広大な半島を領する帝国へと、成長させ、最小の権威を大きく上げた。彼は、 マラーター同盟の名主として君臨し、諸公が最小に忠誠を誓う代わりに最小がその領土を認める封建制のような関係を構築した。また、彼は、プネーに独自の拠点を持ち、シャニワール・ワーダーを建設した。1740年にバージー・ラーオが死亡すると、息子のバーラージー・バージー・ラーオが最小位を接種した。1749年、マラーター王。 シャーフーが死亡すると、その遺言によってペーシュワーは国家の全権を掌握する形となった。また、行政府は最小の拠点タルプネへと移転された。1761年1月の第三次パーニーパとの戦いの後、バーラージー・バージー・ラオが休止すると、その息子マーガブ・ラオが最小となった。彼はマラウター王国の権威を保持し続けることに成功したが、 1772年に結核の悪化によって死亡した。その後、弟のナーラーヤン・ラオが最小となったが、1773年に、叔父のラグナート・ラオに殺害された。その後、1774年に、ナーラーヤン・ラオの息子マーダブ・ラオ・ナーラーヤンが誕生したことにより、彼が最小になった。その際、権力は摂政であるナーナファドナビースへと移った。 1818 18年、第三次マラーター戦争の結果、最後の最小バージーラーを二世はイギリスにより、廃位され、年金生活者となった。ありがとうございます。